はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、解決ヤマペディアね、この企画第2回放送ねやっていこうと思います。今回からね、一応ねウェブカメラつけてみましたよ。まあライブ放送も見せたやつといったらあれなんですけど、まあライブ放送するにはまず1000人超えないといけませんからね、なんていうね雑談は置いといてね、早速今回もねやっていこうと思います。もう冒頭にね、あの注意書き出てると思いますけど、もう今後の企画っていうのは、ね、自称この万能のね、山亮さんね、山田さんがですね、もうねウィキペディアに書いてることなんで全部わかりますからと、いうことでね、ウィキペディアに書いてある記事をそれっぽくね、あの紹介してもいや、もちろん全部知ってるんですよ、もう全部知ってますからということでね、まあね、このね、山田さんがねこう解説していこうじゃないかということですね、でおもかせ表示っていうね機能を使ってきますよということでねなってます。もうね、ただ考えてみたらね、この前改めて第1回放送見て思ったんですけど、記事の名前が出てますからね、もう皆さんは何の記事か知ってるんですよね、私だけなんですよね知らないの、ということなんですけどね、まあ一応最初はねこんな感じでやっていこうかなと思います。ということで早速今日も画面にね出てると思いますけど、ウィキペディア見ていきましょうということでですね、で、ね、記事書きにも書いてありますけど、あくまでもあのウィキペディアのね、利用促進をね、願ってのね、こういったプロモーション活動でございますんでね、ということでございます。ぜひね、あの皆さんもね、あの記事の方ね、アクセスをね、いただきたいなと思いますんでね、ぜひ気になった方は、あの概要欄に必ずリンク貼っておきますので、そちら見ていただければと思います。という前置きを置いといて、じゃあ見ていきましょう。もう皆さんも知ってるんだもんな。なんだろうね、今回はさ、何が来るかな、お任せ表示を。では、ポチッとな。何が来るかな、ほら、来ないな。これまた間違えたら、まずそうな、来たな。リベットヌワワ、これはバスケットボール選手っぽいね、で、あ、現役か、現役のプロバスケットボール、あ、NBA か、なるほど、これはきっとあれですね、あれですよね、あのバスケットボール好きな人がね、こう調べとったらね、なぜかこの動画がピタッと出てきたりするんですよね。それで見て、お前何勝手なこと言っとるんやってね、思われるやつですよね。やべえな、やべえな、いやいやいや、バスケットボールね、バスケットボールはね、まあほらね、あの名前の都合ね、よくあの昔はね、宮城って あだ名がついてましたね、あの下の名前が亮太なんでね、なんてことはありましたけどね。さあどういこうかな。ああとあれだ、あの八村塁君選手と確かね、誕生日一緒のはずですよ。2月8日なんですよね、八村塁さん。ね、そう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 。いやー、やばい。もうこれぐらいしか広げることないぞ。バスケットボール読んでみましょうね。知ることが大事です。リビッド・ヌワワ、選手。リビッドってなってますね。デイビッドですね、続いて言うと。ユーが、まあ、ミドルネームか。で、ヌワワ、選手ということで、1993年1月14日生まれは、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手。いや、ね、まあ、バスケットボール選手ですね、見ての通りですよね。あ、今ここ隠れてるか。ごめんなさい。あの多分このちょうど選手の顔のところに、選手画像のところに私の顔が来てますよね。お前の顔バクッとしてる、こんな感じね。そうそうそう、そういう感じです。すみません、ちょっと忘れてました、ここに入れましたね、私の画像を。すみません。で、カリフォルニア州のロサンゼルス、あ、ロスなんだ、出身の、プロバスケットボール選手ということですね。で、ポジションは、シューティングガード。ベリアさん、何が優しいってね、これ見たら分かる人、シューティングガードっていうのはこの字らしいですよ。ポジション番号、番号では2番になるんだ。オフガードね、この字らしいです。というかこういうフォーメーションなんや、ね。いや、バスケットボールはね、意外とね、ちゃんとね、知らねえんだよな。いや、内田世代はね、本来スラダン世代だからね、おめ、詳しくねえのかよって話なんですけど、すいませんね、あんまり、実はあまり詳しくないんだよな。はい、で、シューティングガードの選手らしいです。で、現在は NBA のヒューストンロケット、あ、ヒューストンロケットはさすがに聞いたことあるな。有名なね、チームですよね。だって NBA ですもんね。
で、さすがに英語のニュースで漁ってるとスポーツニュースでね、NBA は絶対メジャーニュースで上がってきますんでね。うん。で、それで確かに名前を知ってるな。ヒューストンね。うん。で、大学時代は主に、サンタモニカカレッジとサンカルフォルニア、ポリテック州立大学でプレーをしていたと。大学2つ、サンタモニカカレッジも、カレッジと、州立大学のユニバーシティですけどね、なんでこういう感じなんだろう。身長は193cm、やっぱ高えな、高えな。ノラ選手とやってました。ラテンドポジションはこんな感じと。すごいな。あ、でも NBA もやっぱドラフトってあるんですよね。ドラフト会ってなってますけど。NBA のシステムあんまり詳しくないね。詳しくないことなんてないんだった俺。ね、第2回からね、キャラがぶれまくってますけどね。まあ、行きましょう。経歴を見てみましょう。ヌバーバは、ロサンゼルスのユニバーシティ高校に、所属し、そこでオールウェスタンリーグの、MVP。すごいですね。で、そしてオールリーグのファーストチームに2回選出された。シニアシーズンである、シニアシーズンの高校4年生っていうのがあるんだ。向こうはあそか。日本と違いますからね。ハイスクールのあれが。いわゆる日本の中学と高校がなんか合わさったような感じになるんですよね。なので日本の場合はジュニアハイスクールとハイスクールとかって言ったり、あとはなんか古い言い方だと高校のことをシニアハイスクールという言い方したりしますよね。昔のね、うちの高校のやつなんかにね、シニアハイスクールって表記ありましたね。いうのがありましたね。で、4年生、ね、である。だから別に日本みたいに留年してるわけじゃないですよね。当たり前ですよね。で、2010年、2011年シーズンね、向こうは9月始まりですからね、この手のシーズン。うん。が、9月始まりなんで、まあこういう感じだと、まあ、これはサッカーでもよくありますよね、フットボールで。で、シーズンには、試合平均22点、11.5 リバウンドを記録。おぉ、ね。詳しくないけど、すごい数字ですよね。ね、大学1年生の2011から2012シーズン、ハワイパシフィック大学に所属したヌアバはレッドシャツ、よくわからない、怪我や合併不振などの理由で公式試合に出られない選手として過ごした。そうなんだ。あ、そういうのがあるんだ。怪我だとね、なんとなくわかりますけど、学業不振でも試合に出れなくなるんですね。やっぱりそこはちゃんとある程度同列させろよっていうことなんでしょうね。はあ、サンタモニカカレッジに、あ、それで転校するんだ。ああ、なるほど、なるほど。でも、ハワイパシフィック大学からサンタモニカカレッジってめちゃくちゃ遠いですよ。ハワイパシフィック大学って、だってハワイ州でしょ。ハワイのど真ん中ですよね。ハワイ州ホノルルですから。で、ちょっと上、モザイクでも入れときますわ。で、何だったっけ、どこまで見ましたっけ。そう。で、サンタモニカカレッジは、あ、これで見たら早いや。カリフォルニアですもんね。すごいですね。2012年13シーズンには、ウェスタンステイト、カンファレンス内の、ウェスタンステイト、まあ、いわゆる西地区みたいなイメージでいいんですよね。アメリカ のメジャーリーグとかと同じ中地区、西地区、東地区みたいに分けて、まあ、当然サンタモニカ、カリフォルニアなんで、いわゆる、西地区に入ってくるということで、ウェスタンステイト。ステイトっていうのが、ユナイテッドステイト、ステイトですよね。いわゆる州ですから、西側の州のカンファレンスっていう意味ですね。まあ、だから西地区っていう感覚でいいと思います。で、のサウスディビジョンっていうのは、多分、その西側の中でも いっぱいありますから、それをまた南北か南中、北みたいな感じでね、分けるんだと思います。で、まあまあまあ、位置的にはそうですよね、サウスカンファレントになってきますよね、そうすると。カリフォルニアとか、ニューメキシコ州とかになってくるのかな。いや、すごいな。これで博識を語るってすごいな。よし。まあいいや。ね。っていうところらへんですね。
の、サスティビジョンの最優秀選手です。もうすごいですね。MVP ですよ、ね。オールカリフォルニアコミュニティカレッジアスレティックアソシエーション内の、よかった、これ、カタカナで書いてくれちゃって。カリフォルニア州の、要は、大学連合みたいなんですね。多分、アスレティックアソシエーションですから、運動連盟みたいな感じですよね。まあ、高野連とかみたいな感じの、高野連野球台でちょっと待てか、ね、まあアスレチックですから全体ですよね、スポーツ全般を指す言葉ですよね。のファーストチームに選手とか、すごいですね。で最終的に、試合平均で 20.5 点、8.8 リバウンド、2.5 アシストを、記録していると。ほう、高いですね。で2013年にヌアボは再び転校し、とか年々転校してますね。1年1年転校してるのすごいな。カリフォルニアでポリテクニック州立大学に、来たわけですね。はいはいはい。で大学2年生となる2013-2014シーズンにおいては34試合中30試合で先発集中長を果たし、チーム内では1番目、ビッグウェストカンファレンス内で8番目、NCAA、ちょっとこれが分かるはずですよ。ナショナル、ナショナル、セントラル、ナショナルカレッジアスレチックアソシエーションみたいな感じかな。ディビジョン内、ディビジョン1内で、59番目の、これフリーゴールですよね。フリーゴールでいいよね。FG って。の、成功率である 52.6% を、記録したと。すごいでしょうね。試合平均の成績は 11.7 点と、ほうほうほう。で、4.8 リバウンドをシーズン全体で21ブロックを記録を、また、ビッグウエストトーナメントでは試合平均で 14.3 ポイントシュート成功率 72.7%、22回中、16回、成功ってことですね。スリーポイントね、記録し、ビッグウェストオールトーナメントチームに、それで、選出されてるわけですね。で、また2013年、12月14日には、カリフォルニア州立大学を相手に、キャリアハイである22点を記録して、で、大学3年生となる、2014年から2015年シーズンね、は、ヌワワはチーム内で2番目、ビッグウェストカンファレンス内で15番目となる試合平均 10.4 点を記録、リバウンドについても試合平均で 4.7 を記録し、昨年とほぼ同じ水準を保っている。さらに合計31スティール、試合平均 1.3 を記録、さらに、シーズン中に16回の2桁得点を取った試合があったと。コンスタントに活躍できるんですね。すごいですね。2014年12月20日には、ゴンザガ大学というのがあるのかを相手にシーズンハイである21点を取っていると。大学4年生となる2015から2016シーズンは、ヌワバは30試合に出場して平均で 12.5 点、6.3 リバウンド、下にこうにしようか、3アシストと、1.2 スティールの成績を残し、オールビッグウェスト特別賞に選ばれたと。でまたカリフォルニアポリティック大学に在籍している間に合計465本のリバウンドを記録し、リバウンド獲得数で歴代15位となり、すごいな。チーム史上23番目の1000点以上を取った選手となった。へえ、すごいですね。で、これで NBA にこう入ってくわけですね。大学卒業して、デベロップメントリーグっていう、いうのがあるのか、カリフォルニアポリティック
クニック州立大学社会学の学位を取って、あれ同じ学部なの？私も社会学部ですからね、社会学の学位を取っておりますよ。あの燃える卒業論文、燃え卒っていうのを書いてね、いろいろな物議を醸しながらもなんとか卒業できましたけど、ひどい卒論でしたね。今考えてみると燃えとは何か、お宅にとっての燃えとは何なのかについてね、延々とね、あの研究やってましたからね、これは研究だって言いながらね、ソフマップの行列に並んだりね、よくやってましたからね、これは研究だと言いながらマンダラケとね、虎の穴を行ったり来たりしながらね、おめえ絶対楽しんでるだろうってね、よく周りに言われましたけどね、いやいやいや、これを研究してやらないといけないのが大変辛いんだ、研究のためにあらゆるね、あの作や本を読まないといけないで、手作りぐらいの時代でしたからね、そう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 、ね、そんなことも言ってましたけどね、絶対そんな論文じゃないはずです。ね、きっと素晴らしい論文が出たんでしょう。で、ヌアバは NBA デベロップメントリーグ。すみません、横道それまくってますね。デベロップメントリーグ。現在は NBA ゲーターレードリーグの、リノビッグホーンズのトライアウトを受ける。リノビッグホーンズっていうチームがあるんでしょうね。さすがに、ゲーターレードリーグ。要は育成リーグみたいな感じなのかな。プロ一応プロ、あ、プロなんだ、プロプロないな。でやっぱりそうですね、あのこうファームとはまた違うんですね、別で完全にチームがあって、要は下位リーグみたいな感じともちょっと違うのか、あのモータースポーツに近いかもしれませんね。 F2 とかあのあれじゃないですか、まああれは F1 と帯同して動きますけど、 F2 とか、まあ、F1 と帯同しないんだったらスーパーフォーミュラ、まああれかデベロップメントかっていうと怪しいですが、ね、あのスーパーフォーミュラの下にフォーミュラライツっていうのができたりしましたね。あとは、FIA F4 とかがあったりしますけど、ああいうような感じなのかな。すいません、ちょっとモータースポーツの方なんかいろいろ例えが出てくるな、うん、野球とはちょっと違うんでしょうね。野球はチーム一緒の所属になりますから、ね、ファームで育成とかねしてっていう形になる、それとはちょっと違うんでしょうね。でその後ビッグホーンズは彼と契約を結んだが、その後は2016年10月に、ですから春に卒業して、契約を結ぶけど、大体こういうのって9月から始まるのに10月にはもうトレードになったんだ。ロサンゼルスディフェンダーズ、ディフェンダーズって言われてますね、あ、名前が変わってるね今は、今サウスベイレイガーズって名前になってるかな、でトレードされました。ヌアコはディフェンダーズの、トレーニングキャンプを経て開幕戦のロスターへと、名前を連ねることができたと。あで、それが2016年で、2017年2月ヌアコは10日間契約を、ロサンゼルスレイカーズと、ここで、ロサンゼルスレイカーズが出てくるわけですね。これ NBA のチームだよな。合ってますよね。そうですよね。NBA のね。うん。はい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 。おお。なるほど。ここで NBA デビュー、あのいわゆるメジャーデビューみたいな感じですよね。になってくると。でその夜、ノア・バーは第4クォーターで、6分間試合に出場し、NBA デビューをもう、これ、もう早速果たすわけですね。対戦相手はシャーロット・ホーネッツ。で、この試合は敗戦したんですね。109対104で敗戦と。で、2017年3月11日には、ノア・バーは2回目の10日間契約をレイカーズと結んだと。その後、数日後の、いや、すごいですね。10日間契約なんですね、向こうは契約は、すごいですね。その数日後の、フィラデルフィア、セブンティシクサーズ、ね、戦で、先発で16分出場し6点を取っていると。この試合も敗戦はしてるんですね。レイカーズは彼の価値を認め、2017年3月21日にノアバと複数年契約。ここでこうやはりそうですね、10日10日でさ結果出しなさいって言って、あ、出たねってなったら契約になる。すごいですね。ザ契約社会ですね。日本とはちょっとやはり
ちょっとだいぶ考え方が違うなっていうのが分かりますよね。で、2017年4月1日ロサンゼルスクリパーズとの試合でヌアバは19点を記録したと。でレイカーズでルーキーシーズンを過ごす間、シーリング方針によりヌアバは4回ディフェンダーズで戻されていると。契約は複数年の契約はしてるけど、ディフェンダーズの方に、まあこれをいわゆる下位リーグですから、日本の野球のファームと違ってね、いわゆる契約会社がもう全く別です。一時期横浜がやってたような感じって言ったらいいのかな。ありましたよね、湘南サーパスっていう名前でやったりしましたよね。あれに近いのか、もっとちゃんと分離してるんでしょうね、契約が。会社が多分完全に分かれてる感じですんで、多分そういうことですね。で、2017年4月12日レイカーズが、ケンタビオス、コールドウェル・フォー・ポープを獲得する際、ロスター人数を調整するため、ウェーブされることになった、ここら辺がだいぶ業界用語で出ちゃってますよね。いやでも記事に載ってないことはさ、ほら、いやウィキペディアの記事に載ってないことね、私に求めないでも、いや分かるはずですけどね。ロスター人数、いわゆるベンチ人数のことですよね。ロスター人数って Google 成績、そうですね、選手登録のね、だから一軍登録の方が近いかな、を調整するために、ウェーブ、されることになったと。で、ウェーバー期間って、このことはよくヨーロッパとかでも聞きますよね。サッカーとかでも聞くな。ウェーバー期間中の2017年7月14日の方は、シカゴブルースと契約、いわゆるちょっとお暇ができちゃうんで、ちょっと別のお店でちょっとバイトしてきますみたいな感じなのかな。で、2017年18年シーズンの当初にはワイクロも先発出場を果たすと。で、またブルースのチームメイトたちは彼のコンテストショット、シュートチェックを行う姿勢を称賛したと。で、ヌアバは2018年2月22日のフェラデルフィア・フェブンティシックサース戦において33分出場、すごいな。キャリアハイとなる21得点を記録ということなんですね。で、個人成績はこんな感じで、GP というのが、出場試合数。で、フィールドゴール成功率ね、これで見てくれがたいですね。ショットのね、これね。で、平均リバウンド数ね。リバウンドはね、で、平均ブロック数。で、太字がキャリアハイというふうになってますけど、まだこれからどんどん活躍しそうな選手ですね。レイカーズから、シカゴブルースに行って、で、次がクリーブランド、キャバリアーズ、クリーブランドね、はい、オハイオ州ね、ありまして、ブルックリンネット、ブルックリンね、ブルックリンっていうね、聞くともう、コーヒーしか出てこない人間ですみませんですけど、はい、ブルックリンネットね、アメリカ、ニューヨーク、今それニューヨークに行ってんだ。19、20シーズンはニューヨークで、で、今は別になってましたよね。で、ヒューストンロケットに、なってんだ。すごいですね。結構いろんなところに、映ってますね。こんな感じの成績で。でも、どうなんですか？バスケットボールっていうと、年齢で言ったらまだ30、28歳ですもんね。だから、もっとあれですよね。これからまた、さらに、だいたい野球と同じぐらいなのかな。サッカーと野球の中間ぐらいなのかな。いわゆる選手寿命というのかな。いうのは。
較的あの早いっちゃ早い、感じが、しますからね。で、ルマプの両親はどちらもナイジェリアのリボ人を聞きようとして、まあそうですね、黒人系の方ですよね。うん、彼は5人の兄弟姉妹と共に育った。そのうちの1人が陸上七種競技のプロ選手であるバーバラ・ヌババ。で彼女は、アメリカ国内の競技会で優勝を経験している。すごいですね、あのアスリート一家なんですね。まあ一家というかアスリート兄弟なのかな。うん、で、ルーズボールに果敢に飛び込む。攻守切り替え時には、遅れないよう全力で走るなど汗をかくことを厭わないハードワークで、チームに貢献する。その献身的な姿勢から好意的な視線を送るファンが多いということなんですね。ということで、今はヒューストンロケッツの、にいますよということで、こんな感じですね。ほう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 、なるほどなるほど。ということでですね、いやー今日もねまた一つね、新しい知識が、増えましたね。ということでですね、ぜひね、もうあのせっかくね、こうやってね、知りましたことです。いやいや知らないことなんてないはずなんですけど、私あとはいえね、こうしてねあのフィーチャーして、ね、やりましたんで、ぜひねちょっと NBA のね記事なんかもねちょっと気をつけながらね、ぜひこの、デイビッド・ヌワバ選手の、ね、活躍をね、今後もねちょっと見届けていきたいなと、思ったところでございまして、まあこれぐらいでねとりあえず、この動画はね、締めさせていただきたいなと思いますよ。またね、次回もねぜひ、このヤマペリアね、解決ヤマペリアでね、お会いしましょうということでね、よろしければこの動画をまたね高評価とかね、あのチャンネル登録とかねいただければ幸いでございます。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。またねよかったらあの詳しくねいろいろと知りたい方はねぜひウィキペリアのね、概要欄に貼ってありますので、そちらの方からリンクで、ご参照いただければと思います。ではこの動画はこれくらいで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。